はい、雲取岳頂上行って降りてきました。17時9分ということで、8時間弱ですね。はい、鴨沢というところに戻ってきてまして、まあ、当初は、山小屋泊しようと思って宿をされたんですけど、森の丘もうすぐ着いちゃったんで意外できんじゃんってことで帰れました。バスもまだある、時刻表見たらあるみたいなので日帰りで、うん、まあ別に私近畿役って感じでもないんで、まあ普通の人はなら日帰りできますね。はい、またでは次回奥多摩湖。